皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。エキスパンションパス第1弾鎧のことをソード側です。コードプレイダイスアフリコでお送りします。ちょっとですね、鎧のことの中いろいろと回ってみたいと思います。見かけたことがないポケモンがたくさんいるのはプラスされた100匹以上のポケモンたちですね。ですごく気になっていたのが、一番最初鎧島の駅に来た時に見えていたホエル王、あのでかいのは建物なのか本当にポケモンのホエル王がいる状態なのか気になるので行ってみたいと思います。3面のアローラ地方はホエル王のあんな感じで船として泊まってましたよね。あのポケモンじゃなくて船でこういう形だったんですけど、あ、なんか動いてるからポケモン、これうわポケモンだった、でかくてさすが最大のポケモン。戦いに出てきた時はこんな感じですけど、実際に外にいるとあのサイズなんですね。めちゃくちゃびっくりする。で今回は峰打ちします。レベル80なんだ。ワイルドエリア内のポケモンって全部レベル60ぐらいで統一されてるんですけど、このホエル王は80レベル、ちょっと強いですよねあれですね、ガラル図鑑の中にいたポケモンでもこうやって見える形でエリア内にいると一生が違う。ホエル王とかってあの釣りだったり、あとは確かエンカウントがびっくりマークで出てきたので、今までの図鑑の内容だとそうなってたはずだけど、鎧島はシンボルエンカウントで普通に出ている。めちゃくちゃ大きい、かなり嬉しいです最大のポケモンっていうのだけは図鑑登録の文章によくあるじゃないですか、ホエル王の図鑑って。なんですけどサイズ感全然違いますね、こうやって見るとでかすぎる。他のポケモンがちっちゃくて可愛く見えますね。もうこれでいなくなったすごいな。あと思いのほかなんですけど、鎧島の中回っていくとこうやって道具が結構落ちていたりとか、あとはねあの技レコードも結構落ちているので探してるの楽しみです。いた、この周辺残り10匹とかそうやって分かれてる。あれってことは15エリアにこう分かれてプラス10匹ぐらいなのかな。どういう感じなんだろう。ディグダもね一番最初に見つけた1匹以外だと150匹いるので、私はね探すのすごく楽しみです。エリアでこう分かれているんだったら探しやすそうですね。で他にも100匹以上ポケモン追加になってるから、そういうポケモン探すのも楽しみだし、ディグダに関してだとあの今回アローラディグダ出てきてると思うんですが、通常のディグダもこれだったらポケモンホームから動かしてこれるのでそれも楽しみですね。まあ通常のディグダ私は動かしてきてるからアローラディグダもいたはずなんだけど、他のポケモンもアローラの姿とかイリコもいたりとか、リージョンフォームでね追加にポケモン図鑑自体もできると思うからいろいろと見つけてこようと思います。洞窟の中でもあーすごいわ、ドジョッチとか見えるんだ。コダックとかゴルダックも、おコニョニョとかもいるね。これはレコード、アイアンテール、ワダマシン系の追加はなかったのかもしれないですね、こうやって見ると。でね、あのザシアン連れて行ってると、あ、いた、ティックダウン、トレーナーの元へ残っていった。あと6匹ぐらいこの辺にいるらしいです。頭出てるから見やすいのかなと思ったらそんなことないですね。探すのに結構苦労しそうな感じがしますが、あ、いた、道沿いにいると分かりやすいかも。チャレンジロード、
刀剣の塔ここに来ましたよね。ズルズキンもここでエンカウントで出てくるのか。今までって確かエンカウントじゃなかったから、私ズルックから進化させた気がします。後ろ側、あ、すごい、どっちもある。黒いメガネと地獄好き技レコード95。ここの裏にもポケモンズスがあるんですねなんかエリアが広い。全体がワイルドエリアになってる感じのイメージなのかな。ちょっと戻りましょう。気になることがあるんですが、一番最初、多分鎧のことのストーリー、追加ストーリー一番最後、マスタードさんと戦ったと思うんですが、その後もね、なんか戦えそうだったんですけど、これ1日1回なのか、それとも勝っていくと何かもらえたりするのか気になるので、今回は本気のマスタード戦もう1回やってみたいと思います。もうどうしてもこれかっこよいこれだったら三葉さんが惚れたのよくわかります。めちゃくちゃかっこいいですね。鍛えられた肉体、鍛え上げられた肉体感がすごい。ちょっと思ったんですけど、斉藤さんの道着って似てる？似てるっけ？そんなことないかな。私ソード側だったんで、斉藤さんって、あ、違うね。ジムリーダーの形の斉藤さんしか見たことないけど、ここから来てるのかな。ガラルカラテとはちょっと違うのか。そうすると格闘タイプだけど、斉藤さんはここの道場とはちょっと関係がないところの子なのかもしれない。ガラルカラテの道場とは限らないですもんね。え、どうなんだろう、これは空手違うよね、多分ね。なんかそういうのも考えるとめちゃくちゃ楽しみですね。あとは戦ってる途中にはなるのですが、ポケモンプレゼンツ私も見ました。特別マックスレイドバトル、色違いの幻のポケモンゼラオラを手に入れよう企画、かなり楽しみです。6月18日木曜日の夜中の10時日付変更ラインから、29日日曜日の8時59分までの期間で決まっているもので、でマックスレイドバトルに幻のポケモンゼラオラが登場します。多分これは、ワイルドエリアニュース更新した方がいいんじゃないかなって思ってるんですけど、ゼラオラ合計で100万人以上のトレーナーがゼラオラを倒して一定条件を満たすと、トレーナーたちの実力を認めてポケモンホームで色違いのゼラオラ仲間になってくれるようになります。これね、一定条件の中にポケモンホームのスマホ版 と、ソードシールドと、あとスイッチ版のポケモンホーム連携取ってないといけないっぽいので、まあ、詳しくはねまた別の動画でちょっとお話ししようかなと思っているんですけど、私はすでにみんなの物語の時にゲットしたゼラオラ連れてきてはいるんですけど、これがあるからゼラオラ移動できたんですね。なるほどって思いました。ミュウツーの時もミュウツーイベントがあったのでミュウツー移動できたんだなとか、で今回の御三家も、前回もね御三家のイベントあったから移動できたんだなっていうところからと思っているんですが、ママーシャドウとかね、あとはセレビも今回ね8月7日から受け取れるからセレビも先に移動できてましたよね。いやー、なんかね、奥深いですね。ゼラオラが移動できてたのはこのためかって思いました。かなり楽しみです。まあ、とりあえずなんですけど、色違いのゼラオラは欲しいし、マックスレイドボトルまたねゼラオラ戦たくさんやって、みんなで協力して条件クリアしましょう。合計100万人以上のトレーナーがゼラオラを倒す、だからこれは1人1カウントなのかな。なんかあれですよね、100万体のゼラオラを倒すってわけじゃないですもんね。うん、で100万人に到達して以降だとゼラオラを倒すトレーナーが10万人増えるたびに、鎧鉱石に1個プレゼントになるので、何回も何回も倒していけばそれだけ鎧鉱石がまたもらえるっていうことになると思うから、たくさんやろうと思います。
ゼラオラ倒すだけだからゲットできるのは色違いのゼラオラだけなのかな。もしかしたらあれですよね、ミュウツーの時と同じくで倒したら倒したで、終わりでゲットチャンスはないのかもしれないんですけど、これからもう一回ね、私も更新をしたりとか、今ソード側で遊んでるのでシールド側でね、鎧の孤島のストーリーまた遊んでゼラオラ戦もやろうと思います。ウーラオスの方もですね、ソードを一撃の方にしたので連撃の方にシールド顔はしようと思います。もうこれ3人で大丈夫でも早く遊ってみたいので、全てが楽しみです。ありがとうございます。これで勝って何をもらえるかですよね。何ももらえない可能性もあるんですけど、どうなのでしょう。あ、お金はもらえた。この後何かあるのかな。ハッピーちゃん、ん、お、1回だけか。1回だけですね。1日1回バトルができるっていう風になってるようでした。で、もらえるのは、常に3万円分もらえるみたいなので、お金貯めるのにはいいかもしれません。ということで今回はここで終わっていこうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!